今回はシュウエムラのクリスマスパレットを使ってメイクをしていきます。これが使用したクリスマスパレットキットです。パール・ラガーフェルドさんの飼っているセレブ猫のシュベットちゃんとコラボしています。パッケージもとっても可愛いです。メインで使用したパレットは8色のアイシャドウと6色のリップがセットになっています。チークはオレンジとピンクの2色で、こちらは触るとわかるんですけれど、マシュマロのようなテクスチャーになっています。使用するととてもサラサラしていてベタつかないのが特徴です。パレットキットについてくるこのシュペットちゃんの顔のポーチはとっても触り心地が良くて、しかもブルーの目が美獣になっていてとっても可愛いです。そして人気のドローイングペンシルからクリスマス限定の2色が発売されます。よく見ると細かくラメが入っていてクリスマスメイクにおすすめです。そしてこの3色のグリッターセットでより華やかな目元を作ることができます。他にもクリスマス限定のアイテムがたくさん出ているので、ぜひチェックしてみてください。ではメイクスタート。パレットにある一番明るい色をアイホールに広く広げていきます。そして隣のブルーのアイシャドウを目頭から3分の2ぐらいのところまで、二重幅の少し上まで広げていきます。そして薄いパープルのアイシャドウを目尻から目の中央ぐらいまでのせていきます。そして濃いめのパープルを先ほど入れたところと同じところに重ねていきます。まぶた3分の1ぐらいのところにも同じカラーをのせていきます。そして目頭側から目尻側に向かってブレンディングしていきます。そして細い方のチップにピンク色のシャドウを取って、目頭から目の中央部分までのせていきます。そしてペンシルアイライナーのギャラブラウンのカラーを使って、はじめにまつげの間をしっかり埋めていきます。そして目の中央から目尻に向かって描いていきます。キャットラインを描いていきますが、目尻から少しはみ出るぐらいまでにしてブラシでぼかしていくと、きつすぎなくて可愛らしいキャットアイになります。そしてペタルラッシュマスカラを根元からしっかり塗ってまつげをセパレートしていきます。下まつげも根元から丁寧にしっかり塗っていきます。シルククッションチークのピンクを目の中央から楕円に横長にのっけていきます。パレットのこちらの色のリップを指でのせていきます。中央からのせて周りに向かってぼかすようにのせると可愛くなります。これでキュートキャットメイクの完成です。では次にセクシーキャットメイクを紹介していきます。細めのブレンディングブラシに濃いめのパープルを取って、先ほどのベースのキュートキャットメイクの上からちょい足ししていきます。二重の幅の部分にのせていきます。そしてシルククッションチークのオレンジを先ほどのチークの上から重ねて、少し高めの位置まで入れていきます。そしてリップはこの2色を混ぜて使っていきます。同じように唇の中央から外側に向かってポンポンとなじませていきます。そしてミッドナイトブラックのペンシルを使って太めのキャットラインにしていきます。目の中央から平行に描くようにして、目尻の側だけ強めに描いていきます。そしてブラシを使って目尻の部分をシャープにし、目頭から中央に向かってぼかしていきます。これでセクシーキャットメイクの完成です。次はトレンドハーフメイクを紹介します。はじめにピンクのアイシャドウをブラシに取ってアイホールに広げていきます。次に薄めのパープルをブラシに取って目尻の側からのせていきます。濃いめのパープルを細めのブレンディングブラシにとって、目尻から3分の1部分のところぐらいまでぼかしていきます。そ
してブルーのアイシャドウを細めのブラシにとって、下まぶた目尻から3分の1まで色をのせていきます。そして次にプラチナのカラーのグリッターを使用していきます。こんな感じでかなりキラキラしています。そしてスポンジにとってこの部分にのせていきます。キラキラして目元がとても明るくなります。先ほども使用したギャラブラウンのペンシルアイライナーで目尻から5ミリぐらいはみ出るようにアイラインを描いていきます。そしてブラシでぼかしていきます。まつげの間も丁寧に埋めていきます。そして今度はミッドナイトブラックのカラーを使って目尻から3分の1ぐらいまで天井にまつげの間を埋めていきます。そしたらブレンディングブラシで軽くぼかしていきます。マスカラは上まつげも下まつげも根元からしっかり立ち上げるように丁寧に塗っていきます。そしてチークはオレンジとピンクの2色使いをしていきます。スポンジを使用していきます。中央がピンク、外側がオレンジになるようにのせて、一旦手に置いてからスタンプしていくようにのせていきます。リップはこの2色を混ぜていきます。薄めのピンクを少し多めにのせていきます。これでトレンドハーフメイクの完成です。これでキャットアイ3ルックの完成です。ちーちゃんもやってるからぜひ見てね。最後まで見てくれてありがとうございました。ではまた次のビデオでお会いしましょう。バイバイ。